ろー。あー、触んないでよ。そんな成績移ったらどうすんのよ。ごめんなさい。ピンクじゃなくて、この子はまともかな。確かもう2年生くらいか。違いますよおばさん。まそういうわけだ。私たちだって管理人がいないと困るんだから。でも妄想ならいっそ触れた。何すんの。ここまで届くのか。いえ嬉しいです。しのぶちゃん、料理得意なんだね。すごいな。まったくここの連中と来たら。俺が、俺が、だった。ケイタロは弱い。泣くんだよ、僕。もちろん冷静にそれを戻そうとして出てって。足切れてる。そう。目つむって。え、早く。あ、はい。ごめん。成り行きで一緒の部屋に泊まっちゃったりしたけど、私たち別に何でもないんだからね。かわいい顔。あなた中学生？おお、お、お、乙姫さん。すみません、間
また具合が悪くなってしまって。何してんのよ。なるほど、さすが地元だけあって詳しいですね。とにかく目的地についてよかったよかった。そうじゃないでしょ。なんて仲がいいんでしょう。きっと南の島へ夢は膨らむばかりなんでしょうね。バカ。あら、これは触覚じゃないもん。ここで。なんだよ、俺はいつもここで。でももしかして、もしかして。いたな。待って。お約束やな。俺と鳴瀬川とが、合体。何勘違いしてんのよ。カエルと芋を天に飲めば元気が出るでしゅ。おはよう。ここは開けるだと言ったろうが。そんな、私泥棒なんて。いや、念のためやし。ケイタロウ、あんたが悪い。なんでこのボンクラ。なる先輩、キツネはここから外向きたいやろ。そうや。男ちゃんとおばさんは玄関にいたんだからアリバイがあるんだよ。誰のおばさんか。中身は拾った時のまんまだ。本当でしょうね。誰に言っとるんだ。誰に。すいません。ああ、なんやなんや、どないした。なんだここは。だいたいタマちゃんが犯人やないことはケイタロウが気づいてもええはずなんや。え、封筒の中のお札が抜かれて厚紙が入ってたやろが。そんなんタマちゃんにはできひんがな。そうですね。早く気がつきなさいよ。これは気持ちいいのと痛いのと絶妙にミックスされた。じゃあどういう…行ってきまーす。見て見て、味方なのや。あ、何騒いでんの。いや、それが今…人前で何やってんのよ、中学生相手に。行け。うわに。子供がそんなこと読んじゃダメ。なあなあケイタロウ、ケイタロウって全然持ちへんってほんま。ケイタロウ、あんたって人は。おばさんが…はるかさんだ。
いいんです、どうせ俺はこういう役回りなんです。そういう趣味があるのか。いやストーカー、あれもおばさんの私物ですか。はるかさん、何してんのよ。私としたことが深く、信じてもらえないだろうけど、これは誤解なんだ。分かっているなら言い訳するな。起きてるわよ。ったく、キスってばやっぱりマシュマロみたいにふんわりしてレモンの味なんかしたりして。俺の場合しょっぱかったけどな。痛い気な少女の夢を壊すな。と考えてみればわかることだろう。連日パーティーパーティーパーティー。受験生なのにバイトなんかしてられないわ。ケイタロウ、あんたもでしょ。あ、そうだよね。おばか。かなり溜まっとるみたいよね。すいません。後悔なんか絶対しないぞ。後悔なんかするもんか。親切な人が服を乾かしてくるからここで待ってろって言われて。うるさい。私とパパの愛の巣になんでお前みたいなやつがいるんだ。そうじゃないとパパ直伝のジー君堂で。いやーよかったよ、ちょうど手伝いが欲しかったんだ。君との出会いに運命的なものを感じるよ。けど、ケイタロウはどうなる。もしセタが戻ってきたことなるが知ったら。あれ、今の声どこかで聞いた気が。奥義三眼拳。占い全然当たってないじゃないか。そうじゃないだろう。セタさんが俺に君の面倒を頼んだ。どういうこと。寝てんのよ、ケイタロウ。あら、ちょっとケイタロウ、何よこの可愛い子。待て。お茶入ったわよ。毎度毎度やってくれるわね。待て、俺じゃない。あいつが。本当無用。片思いだろう。そりゃそうさ。よくもやったな。うるさすぎる子供はこうだ。子供相手に別に好きじゃないわよ。なんだよそれ。バカ。もしかして君たち付き合ってるのかい。違います。ちょっと待ってよ、ケイタロウ。待って。え、なんで。誰か止めて。お岩猿が封じられていると伝え聞く。誰が岩猿ですって。なんで私がこんな役なのよ。待って、人の話しちゃう。では天竺へ参るぞ。猿猿って言うな。よっしゃ、うちもサンタさんの弟子になったるぶ。苦しい。ここまでだ。金庫が。久しぶりの登場だったのによくも馬の足なんかやらせたな。この脇役の怒りを思い知るのだ。助けて。
そうはさせるか妖怪ども。黙れバカ。さて次は下でスイカ切ったからさ、みんなで食べよう。危険だ。ガッキー、やはりお前は密かに思いを寄せているナルちゃんにいつまでも告白できないでうじうじしていたら、突然憧れの男性が戻ってきて告白のチャンスを逃したばかりか、彼女の気持ちまで離れていきそうになって夜な夜な枕を涙で濡らしていると、そういうわけだな。なあ、もうあんたとは二度と口きかないからね。神明竜王妃ザンマ剣二の達。うわぁ、傷一つついてへんな。ラルオー、ダーン、あいつら、誰、貴様、それで男か。何するのよ。ナルセガは今のは最低。バカ、まさかあんた、ケイタロウに気があるんじゃん。そうだったのか。あんたはどこから入ってきてるか。これはなかなか。アベックばっかでムカつくな。クソ、まったく。あ、ちょ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 、俺の行きつけに案内するから、ちゃんとついてきてくれよ。わあ！あんたね、いきなり牛丼はないでしょ、牛丼は。俺は単に運動不足だから鍛えてたんだって。なぜ？刺さります。うわ！勉強と管理人の両立も大変そうですよね。なんだよ、もうこっちの心配だのに。そう、わかったわよ。
失礼しました。こんなことに、はあ、え、うわっ、うわっ、あ、変な方向に負けた、いや、あ、してませんよ。スケベなランジェリーでしょ。聞こえてたわよ。そりゃ違うって。うわまだ俺の気持ち、ちゃんとお前に説明していなかっただろう。